ことにハッサム川は、新川の支流で、北海道札幌市西区を流れる新川水系の二級河川である。元は、ハッサム川の上流部であった。左股川との合流点より、上流は、右桃川とも呼ばれる。北海道札幌市西区西部の手稲区との境界に、ある手稲山の南に源を発し、山間いの小川を集めつつ、ゆるく南北に触れる曲線を描いて、 東に向かう。平和の滝を落ち、平地に出る。福井園庭で集められて、せせらぎとなる左小川を合わせ北東に向きを変え、ハッサム川は線上地を形成する。JR 琴谷駅付近でさらに向きを北に変え、札幌市西区と北区の境で琴谷川と合流して、新川に変わる。上流の山地では、森の中を、中華流では、住宅地の中を通る。 中華流では、洪水防止のため深く掘り込んで、コンクリート護岸で整備した河川敷を流れる。中流部の河岸には随所に公園が設けられ、そこから河川敷に降りて、水辺を歩いたり、水遊びをしたりすることができる。ことに発サム川から取られた水は、札幌市の水道に使われている。流域地区は、小別沢、福井、平和、西野、山手、西町、ことに、 ハッサム、八県である。明治初期までは、ハッサム川の上流部にあたる川であった。当時のハッサム川は、現在のこ都に川合流地点からさらに北に流れ、現在のハッサム川の流路に入っていた。ハッサム川は北東に流れ、伏せ子川と合流してすぐ、石狩川に合流していた。1887年に、新川が改作されると、ハッサム川の流れは途中で切られた。 上流は、新川に入って北西に流れるようになり、下流のハッサム川とは切り離された。下流はそのまま伏せ子川支流のハッサム川として残り、上流部分は、ことにハッサム川と名称を変え、新川水系に組み込まれた。このためことにハッサム川は現在でも、通称としてハッサム川と呼ばれることがある。1950年代までは、堤防の整備はあまり行われておらず、 台風などの増水の際には、下流付近で、しばしば氾濫を起こしていた。1967年の台風後の増水に、耐えられず、木製だったふもと橋は損壊の被害を受けた。それ以降は順次、川底の春節と川幅の拡張及び、護岸の増強を図り、合わせて河川敷の整備、河半の公園化に取り組んできた。現在では25の橋と16の公園、 緑地が作られ、桜並木が立ち並ぶなど、市民の憩いの場と変わっている。山メやウグイが生息している。山メについては、稚魚の放流事業を行っている。鮭が昇る川でもあり、豊平川鮭科学館は、2003年度に約200尾の産卵があったと推定している。寒月今日から、ありがとうございます。